航空自衛隊小松基地所属の F-15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名もなくすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行共同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練、共同を行うことを主任務としている部隊だね。飛行共同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行共同軍の軍司令、田中公使1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針をとっている原因と言えるね。もちろん、そのことに関して異論はないし、空の先森として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、
海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることがわかっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中一沙は読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水をあけられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、
日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。